皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより古橋亨梧選手移籍壮行式開催いたします。皆様本日はノエビアスタジアム神戸にご来場の皆様ありがとうございます。そして本日 YouTube でご覧いただいている皆様もありがとうございます。今日は古橋選手の移籍壮行式これから行ってまいります。申し遅れました。本日の進行役を担当しますヴィッセル神戸広報部林哲也と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様選手入場口にご注目ください。皆さん大きな拍手でお迎えください。古橋亨梧選手の登場です。皆様本日は古橋亨梧選手移籍壮行式お集まりいただきましてありがとうございます。それではまずは皆様ノエビアスタジアム神戸大型ビジョンにご注目ください。ここでヴィッセル神戸での古橋亨梧選手の軌跡を振り返る映像をご覧いただきます。この時間は古橋選手の軌跡を振り返る映像をご覧いただきました。それでは古橋選手ファンサポーターの皆さんへご挨拶お願いします。まずは今
このような素晴らしい場を設けてくださり、たくさんの方がこうして足を運んでくださり、今日は来れないですけど画面越しで見て聞いてくださりありがとうございます。そして素晴らしい動画もありがとうございます。僕は皆さんに感謝しかありません。どんな時も優しく熱く、時には厳しく支え励まし応援してくれたこと、皆さんの前でプレーできたこと、最高で大切な仲間と出会えて一緒にプレーできたこと、言葉では表せないぐらい感謝しかないです。この素晴らしい神戸という町、クラブを離れるのはすごく寂しいですけど、セルティックに行っても自分らしく頑張ります。こんな僕ですが、これからもずっと応援してくれたらすごく嬉しいですし、もっともっと皆さんに元気や勇気、夢を与えられる選手に、人として尊敬してもらえるような人になれるように、これからも謙虚に頑張ります。みんな大好きです。さよならは言いません。また会いましょう。ありがとうございました。皆様にご挨拶申し上げました。ありがとうございました。さあ、古橋選手、ご覧のように皆様にたくさんの方にお集まりいただいております。そして古橋選手、本日を迎えるにあたりまして、事前に SNS で古橋選手に質問したいことというのも募集しまして、たくさんお寄せいただいております。ぜひこの時間でいくつか質問させていただきたいと思いますので、なるべく多くお答えください。はい、お願いします。さあ、それでは皆様、それぞれ皆様から、質問たくさんお寄せいただきましてありがとうございました。では何人かの質問を採用させていただきまして、今から古橋選手に聞かせていただきます。 SNS 上で事前に募集した中から紹介させていただきます。まず1つ目、古橋選手、ヴィッセル神戸での一番の思い出に残る試合、思い出の試合、そしてゴールもあれば教えてくださいと。残る試合はやっぱり天皇杯優勝したことです。やっぱりあんだけのたくさんのファン、サポーターの皆さんが来てくれた中で優勝できたのは、僕にとっても皆さんにとってもこれから忘れられない日になったと思いますし、あの日の光景は今でも僕は忘れません。ゴールに関しては、今まで神戸で決めたゴール全てが僕の宝物です。はい、ありがとうございます。最初の質問にお答えいただきました。やはりね、これまでタイトルをなかったクラブに初タイトルをもたらした、その瞬間に、ピッチに立っていたという意味ではね、本当に大きな貢献をしてくれました。さあ、その他まだまだ多くの質問来ています。
それではもう移籍のことに関していろいろ質問も来ておりますのでこちら紹介したいと思います。古橋選手、神戸から、セルティックということでグラスゴーに行くことになりますが、グラスゴーにこれだけは持っていきたい、忘れずに持っていきたいというものがあれば教えてください。どうでしょう、何かありますか。これだけは日本から必ず持っていきたい、そんなことが、そんなものがあれば教えてください。あ、かなり悩んでますね。なんやろ、そんな特にこれがないといけないというものはないですか。お米。お米、はい、お米を、お米日本から持っていくと、はい。ではやはり古橋選手の活躍 の、あの食事というと、これはお米が欠かせないと。はい、お米大切だと思うので持っていきたいです。はい、はい、ということでね、セルティックに行ってもしっかりお米をたくさん食べて活躍楽しみにしております。さあ、そしてその他も来ています。セルティックで達成したい目標、今後のキャリアでの目標に関して教えてください。早速こんなのも来ています。どうでしょう。まずはリーグ優勝したいですし、チャンピオンズリーグ出れるチャンスがあると思うので、しっかり結果を残してチームのために頑張れたらなと思います。はい、大きな目標をここで発表いただきました。さあ、そしてさらにヴィッセル神戸のことでも来ています。ヴィッセル神戸に来て良かったことは何ですか。こんな質問も来ていますが、いかがでしょう。さっきも言いましたけど、たくさんのファンサポーターの皆さんと出会えたこと、一緒にプレーできたこと、戦えたことが僕の中で一番嬉しかったですし、最高の仲間に出会えたことも僕の中ではかけがえのない時間でした。はい、ありがとうございます。さあ、そしてヴィッセル神戸を離れることになりますが、まだね、ヴィッセルとしてはシーズンが続いています。2021明治安田生命 J1 リーグですが、残りの試合でチームメイトに何か声をかけるとすれば、どんなこと声をかけていきたいですか。みんなら絶対目標達成できると思いますし、ここにいるみんなで一つになれば絶対達成できると思います。僕も違うチームに行ってしまいますけど、いつまでも応援してますし、負けないぐらい頑張るので、お互いに頑張れたらなって思います。はい、ありがとうございます。この時間は SNS から皆様から寄せていただきました古橋選手への質問コーナーでした。ありがとうございました。さあ、そして古橋選手、もうお気づきの通りに本日はチームメイトにもお集まりいただきました。それではチームメイトの皆さん、どうぞ古橋選手のもとにお越しください。よろしくお願いします。行った仲間がこのように朝早くから集まってくれました。そして古橋選手の大きなパネルを持って、古橋選手のお面をかぶって登場いただいている藤本選手です。さあ、チームメイトがこのように集まってくれました。それではチームメイトを代表しまして、古橋選手にも数々のゴールをアシストしてきたキャプテンアンドレス・イニエスタ選手から古橋選手に向けて激励の言葉頂戴したいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。皆さん、en primer lugar agradeceros a todos que estéis aquí en un día muy especial para
para Kyogo, para nuestro club. 皆さんおはようございます。まずはじめにこのようなクラブにとっても、競合にとっても大事な日に、足を運んでくださってありがとうございます。Hoy es un día un poco triste porque, porque Kyogo, nuestro compañero, pues no podrá estar con nosotros el resto de la temporada. Pero es un día feliz porque creo que, que va a seguir cumpliendo su sueño, ir a Europa, poder intentar triunfar en Europa. Y es un día especial para, para este club porque con esta situación creo que...que da muestras de que sigue creciendo y de que seguimos siendo una referencia aquí en Japón. まあ今日は正直僕たちにとって悲しい日ではあります。今日という大事なチームメイトが、まあ、シーズンが残る中去っていくことは悲しい気持ちはあります。ただ同時に、彼が自分の夢を叶えるために、そして成長を続けるために、ヨーロッパの舞台で挑戦、できるということ、それは本当に嬉しいことですし、クラブにとってもそして日本を代表する選手としてこれからも頑張っていってほしいと思います。Bueno, en nombre mío y de mis compañeros y creo que del club, te agradecemos tu profesionalidad, tu respeto, tu compromiso, todo el esfuerzo que has hecho para que este club siga creciendo durante todos estos años.Ha sido, creo que un ejemplo. チームメートとクラブを代表して本当に競合のプロフェッショナリズム、リスペクト、そしてクラブのためにこれまでしてくれた全ての努力に感謝します。Y para acabar, creo que te mereces todo lo mejor por la persona que eres.Más allá del jugador, y te deseo en nombre mío y de todos, pues toda la suerte del mundo, lo mejor, y te estaremos siguiendo desde aquí, desde Kobe. で最後に本当に選手を超えと一人の人として、今日これから素晴らしい人生が待っていることを願っています。ここ神戸でこれからも今日の、活躍をみんなで応援しています。Y bueno, echaremos mucho de menos tus goles, pero trabajaremos todavía más para seguir haciendo esta gran temporada que estamos haciendo. 本当に強豪のゴールを失うのはチームとしてきついですけども、これまで以上に努力をして結果を残していきたいと思います。ありがとうございます。イニエスタ選手、激励の言葉ありがとうございました。それではこれより花束とパネルの贈呈を行います。まず花束はイニエスタ選手からお願いします。そしてパネルはキャンプで同じ部屋だった前川大也選手にお渡しいただきたいと思います。それではまずはイニエスタ選手、よろしくお願いします。お受け取りください。続いて前川大也選手、この後パネルの贈呈を行いますが、その前に記念撮影を行います。それでは前川選手、お進みください。
さあそれではチームメイト、そして本日はチームスタッフの皆さんも集まってくれてました。チームスタッフの皆さんもどうぞピッチにお入りください。一緒に記念撮影をさせていただきたいと思います。さあ皆さんどうぞピッチにお入りください。昨日試合を終えたばかりの選手そしてチームスタッフが集まってくれました。それではこれより記念撮影を行いたいと思います。まずは、まあ、これからいくつか撮らせていただきますが、古橋選手と選手そしてチームスタッフの集合写真撮らせていただきます。さあ本日は古橋選手のためにセルティックでの活躍を願って多くの皆様に集まっていただきました。そして三浦篤弘監督も駆けつけてくれました。それでは記念撮影を行っていきましょう。さあそれではこの瞬間皆様マスク一度外していただきまして選手チームスタッフ撮らせてください。さあそれではオフィシャルカメラマン何枚か撮らせていただきます。ぜひ古橋選手の今後の活躍も願ってどうぞ笑顔で写真撮影お願いいたします。はい、ではマスクも取っていただいて一緒に撮らせてください。お客様スタンドのファンサポーターの皆様マスクをしたままでお願いいたします。なおスタンド内での移動はご遠慮いただきますようお願いいたします。はい、ありがとうございました。記念撮影させていただきました。で何枚か今からまた撮らせていただきますよ。何枚か撮りますので次の、記念撮影撮らせていただきます。次はですね選手、スタッフ、ファン、サポーターの皆様全員で撮らせていただきます。ではカメラマンにちょっと下がっていただいて皆様が入るように撮らせていただきたいと思います。カメラマン少し移動いたしまして後ろから撮らせていただきます。さあでは古橋選手のユニフォームを多く持参いただいているようですね。ちょっと見えるように胸元に持っていただいて、で皆様座席の移動だけはご遠慮いただきますようお願いいたします。今いる座席でお願いいたします。では皆さん記念撮影いきますよ。いきます。はい、ポーズ。もう一枚いきますね。いきますね。はい、ポーズ。はい、ありがとうございます。さあこの後も何枚か撮らせていただきます。この後ですが今度は、チームスタッフの皆様は少し横に移動いただきまして古橋選手とファン・サポーターの皆様と写真を撮らせていただきます。選手の皆様も一度メインスタンド側にお進みいただきますようにお願いいたします。チームメイトの皆さん、チームスタッフの皆さんありがとうございました。皆様大きな拍手お送りください。お、ここで胴上げ。この先さらに羽ばたいていくことを願ってチームメイトから胴上げが行われました。それでは改めてヴィッセル神戸チームスタッフそして選手の皆さんありがとうございました。さあそれではこの後ですがファン・サポーターの皆様と一緒に古橋選手写真を撮らせていただきます。古橋選手が少し移動をしてブロックごとにも写真を撮らせていただきますのでぜひ皆様お席はそのまま移動せずにそのままの状態でお願いいたします。さあ今チームメイトから別れを惜しんで多くの言葉がかけられています。なかなか試合中ピッチの上では声をかけることができなかったこと改めてこの時間で古橋選手に送られています。普段は照れくさくてなかなか言えないことも今この瞬間古橋選手に送られています。
チームメイト、チームスタッフとの記念撮影を行いました。さあ、それでは今から古橋選手が、ね、少し移動しながら本日お集まりいただきました皆様と記念撮影を行っていきたいと思います。あ、古橋選手、お面を渡されたんですね、はい、ご本人のお面ですので、なくても大丈夫ですからね、はい、そのままご本人のお面ですから、そのままのお顔で大丈夫ですので、はい、かぶらなくても大丈夫ですよ。はい、藤本選手から、ね、渡されたお面を受け取りながら、さあ、それではまずは中央からいきましょうか。今からカメラマンさんが移動していきますので、まずは中央の方、古橋選手の記念撮影です。いいですか、いきますよ。はい、ポーズ。はい、ありがとうございました。では古橋選手、ちょっとずつ移動していきます。では少しずつ移動していきますので、古橋選手の後ろ側の方、移動せずに場所はそのままでお願いいたします。移動せずにそのまま、場所はそのままでお願いいたします。フォトグラファーの方が移動して、なるべくブロックごとに入るように撮らせていただきますので、お待ちください。たくさんの方が古橋選手のユニフォームを着て、そしてユニフォームを持って参加してくれております。さあ、南側ゴール裏のスタンドにお集まりいただいた皆様、記念撮影です。では皆さん、いいですか。では撮りますよ。はい、行きます。はい、ポーズ。もう一枚行きます。はい、ポーズ。はい、ありがとうございました。さあ、古橋選手、ちょっと移動しましょう。たくさんの方にお集まりいただいております。あ、古橋選手、お面が気に入ったようですね。はい、あ、たくさんのゲーフラも持ってお集まりいただきました。では皆さん、いきますよ。はい、ポーズ。もう一枚いきます。はい、ポーズ。はい、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。さあ、古橋選手がさらに移動していきますので、古橋選手が近づいてきましたら、皆様もし応援グッズなどありましたら胸元で持っておいてください。あまり高く持つと後ろの方が映らなくなりますので、まあ、適度なところで、でお顔が映ってもいい方はしっかりとお顔を出して笑顔で記念撮影参加してください。はい、ではこの辺りの皆さん、いきますよ。いいですか、いきます。はい、ポーズ。もう一枚いきましょう。せーの、はい、ポーズ。はい、ありがとうございます。たくさんの応援グッズ持って集まってきてくれています。さあ、それでは移動しまして、今度この辺りの方、いいですか。はい、タオルマフラーなども含めてたくさんお持ちいただいております。ではよろしいですか。あ、メッセージもたくさんね、書いてきてくれてますね。では行きますよ。はい、ポーズ。もう一枚行きましょう。
はい、ポーズ。はい、ありがとうございます。さあ、そして本日バックスタンド側でもお集まりいただいております。バックスタンド側の皆様のところにも古橋選手近づいてきました。さあ、それでは皆様一緒に撮らせていただきますよ。ぜひですね、応援グッズ持ってきていただいた方、胸元のあたりで広げていただいて見えるような感じでご参加ください。では撮らせていただきます。いきますよ。はい、ポーズ。もう一枚いきます。いきます。はい、ポーズ。さあ、さらに今角度を少し変えながら撮らせていただきます。もう一度いきます。はい、ポーズ。はい、ありがとうございました。皆様との思い出の記念撮影撮らせていただきました。ありがとうございました。さあ、それではですね、たくさんの方入っていただいたということで、バックスタンド側端でもう一度撮らせていただきます。ご協力お願いいたします。はい、ではこちらが最後ですかね。いきましょう。せーの。はい、ポーズ。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。皆様、本日はご参加いただきましてありがとうございました。それではこれより古橋亨梧選手が退場します。皆様、スタンドの皆様は危険ですので、ご自身の座席からはご移動なさらないようにご協力よろしくお願いいたします。亨梧選手を引き続きみんなで応援していきましょう。神戸から世界へ大きく羽ばたけ亨梧。背番号11フォワード古橋亨梧。
以上をもちまして古橋亨梧選手移籍総公式終了とさせていただきます。ご来場いただきました皆様、そして YouTube ライブ配信でご覧いただきました皆様、本当にありがとうございました。本日ご参加いただきまして皆様ありがとうございました。皆様ありがとうございました。本日のプログラムすべて終了となります。